近年、中国では国家経済が成長する一方民間経済は衰退し国進民退の傾向が一層顕著になっています加えて不動産バブルの崩壊により労働市場は壊滅的な状況に陥り各業界でのリストラが続く中失業者が急増し社会は不安定化していますこうした状況を受け中国共産党の機関紙旧ュは11月1日 習近平にによるるる雇用促進に関すすをを掲載しまししままたオンンラインで監視されていることを心配していいこと心配かウェブ閲覧中に個人情報が盗まれる可能性があり詐欺師がそれを使って銀行口座からお金を引き出したりあなたになりすましたりすることがありますそこでおすすめしたいのが VPN サービスのプライベートインターネットアクセスです空港やカフェなどの公共 w i f i に接続する際私たちの IP アドレスを保護するのみならず 通信データを暗号化し、安全な方法で送信します。PIA は安全なサーバーを経由してルーティングされるため、プロバイダーによって監視されるリスクを減らすことができます。さらに、日本で制限されているオンラインコンテンツにアクセスできます。ワンクリックで Netflix の好きな映画を視聴でき、お気に入りのモバイルゲームをプレイすることができます。アカウントを登録するだけで、最大8つの異なる d e v i v p n サービスを利用できます。 この動画を見ている方限定で、PIA が83%割引 &4 ヶ月無料。月額300円で安全なインターネット環境を手に入れましょう。旧税に掲載されたのは、習近平の高品質で十分な雇用の促進と題する文章です。習近平は、雇用は最も基本的な民生問題であると述べ、さらに中国の少子高齢化問題に言及しました。 そして中国独自の雇用理論体系を構築し雇用の分野における中国共産党の国際的な発言権と影響力を向上させると呼びかけました習近平は国際社会における中国共産党の発言権に重きを置いていますが中国の実情には関心を持っていないようです例えば習近平はこの文章の中で 雇用のの分野におけるる中国国共産党の国際的なな発言言権とと影響力を向上させると述べましたがこれは奇妙な言い方ですもし中国当局が本当に雇用問題を解決しているならば自然と発言権と影響力が得られるはずではないでしょうか。何百万もの若者が就職できず頭を抱えている時に雇用の分野における国際的な発言権を争うことに何の意味があるのでしょうか。 仮ににに発言言権をを手に入れても、中国当当局ののい分は本当に影響力を持つのでしょうか。実は中国共産党は1949年に政権を掌握して以来中国という土地を本当の意味で統治したことがありませんそのため国家運営や経済発展のための経験が十分に蓄積されていないのです現在の厳しい経済情勢に直面し中国共産党の上層部は 完全にに手詰ままりりの状態でで発表される文書にも実質的な内容を盛り込むことができていませんしかしそれでも共産党トップがわざわざ雇用問題について言及したことは雇用問題がすでに非常に深刻な水準に達し共産党政権の安定さえも脅かしかねないことを示唆しています数年にわたって続いている不動産危機により中国の家庭の富が数十億ドルも蒸発し 消費者が慎重にになるにつれててデフレ圧力も増加しています中国の富裕層向けの雑誌などを発行しているフールンレポートによると中国の億万長者の数は3分の1に減少しています億万長者の消失によりいくつかの産業が不況に陥り多くの企業が倒産そして多数の失業者が生まれましたかつて中国の教育産業は 不動産やインターネット業界を上回る規模を誇り、雇用面でも国内第2位に位置していました。2021年には特に高い人気を集め、高度な人材が集う主要産業となっていました。経済誌、中国企業家の統計によると、中国国内には約70万の課外教育機関が存在し、業界で働く従業員数は1000万人以上に達します。別の統計資料によると、 塾業界全体の雇用者数は3000万人に上ると推計されていますしかし中国当局の政策的な抑圧によって教育業界は壊滅的な影響を受け数百万人の労働者が一夜にして職を失いましたまた新東方や高未来などの大手教育サービス企業の市場価値は数十億ドル蒸発しました 新東方の創業者である余民講師は2022年1月に2021年新東方は多くの変革に見舞われた同年の企業価値は90%下落し売上高は80%減少し6万人の従業員が解雇されたと述べ影響の大きさを語っています経済が深刻な不況に直面する中で中国当局は再び教育業界に目を向けているようです ロイターの10月28日付の報道によると、経済を再び活性化させるため、中国当局は教育業界への制限をひそかに緩和し、課外教育機関の活動再開を後押ししていると伝えられています。中国国家統計局が今年8月20に発表した若年層の失業率は18.8%となり、今年の最高記録を更新しました。 中国国務院は9月25日に雇用に関する意見20市場を発表しその中で大規模な失業リスクの発生回避を最低ラインとして示しましたこのことは現在の雇用状況が厳しいことを浮き彫りにしています時事評論家の帝局講師はラジオフリーアジアの報道で中国当局が大規模な失業リスクの発生回避を最低ラインとしたことからもわかるように 中国には大規模失業のリスクがあると示唆していると指摘していますインターネット上には卒業時同期で仕事の内定を得たのは一人だけで他の人は学校から義の契約書にサインするよう求められたとの投稿が見られるなど文字通りの就職難であることがわかりますアメリカのメディアボイス・オブ・アメリカによれば中国の人口学の権威である駅府県市は 人口統計の観点から中国の若年層の高い失業率を分析しました駅氏は中国の大学卒業生が主に従事するのはサービス業ですが中国のサービス業は雇用市場の47%に過ぎないと述べていますまた中国の高等教育の総就学率はすでに60%を超えています 欧米や日本などの先進国でも総就学率はすでに60%を大きく超えていますがサービス業の雇用市場における割合は70-80%と高く学生の就業を支えることができるのです。駅氏は最も重要なのは人々の可処分所得が GDP に占める割合を増加させることだと強調しています。収入の増加は消費を拡大させその結果 製造業やサービス業の生産が拡大し雇用が創出されるという直接的な効果が期待できるというのが彼の見解ですしかしエキシは中国共産党は積極的に人々の過処分所得を増やす施策を取らないだろうと考えていますなぜなら人々が豊かになればその分だけ政府がコントロールできる資産は減り政府の権力は弱められるためだと指摘しています ボイス・オブ・アメリカのインタビューを受けた別の専門家は若年層の失業率が高まると社会的政治的な不安定要素になると警鐘を鳴らしましたタイミングや状況さらに誘因が重なれば広範囲な抗議運動や社会的な動乱が発生し広範囲に波及するリスクがあるとしています2010年の中東で勃発したアラブの春はその前例として挙げられています中国共産党の機関支給税が 11月1日に掲載した記事は習近平が今年5月27日に行った演説の内容ですこの演説が半年を経て今になって発表されたことから習近平が中国国内でカラー革命が発生するのではないかと懸念していることが伺えるでしょう